画面の前の皆様こんにちは、ベルフェアでございます。ご無沙汰しています。 The Forest、 いやー本当に久しぶりですよね。フォレスト、こんなさ、あのこんな休んだの初めてなぐらい、私フォレストずっと休んでたんだけど、皆さん元気にしていましたでしょうか。度重なるアップデートにつくアップデートを重ね、ザ・フォレストもね、進化していってるらしいです。テーブルにね、私ね、あのお料理を載せております。え誰が叫んだね、このゲームをね、今からこの実況を見始めましたっていう人もきっといると思うんですけども、ね、説明するのがはばかれるよね。最初にちょっとちゃんと説明しとこうか。アイテム蹴れる、アイテム蹴れるようになってる。いや、このゲームはね、ちょっと気をつけてください皆さん。初めて見るっていう人はね、もうちょっと心の準備が必要になるゲームです、これは言っときますけど。というのもね、なんだろう、こう平気で人を殺すし、もう人をなんかこう切り刻んで、並べたりオブジェにしたりとかね、好き勝手するんですよ。罠にかけてね、拷問したりとか、もうこれ見ても人の足をなんか武器にしてるし、で、まあ、やっていくと、ね、人の体を使った門を作ったりとかね。いや、この時点でもうブラザーバックをしてる人も結構いるやろ。あ、正解です。それでいいんです。いいですか、いいですか、自分が受け入れられる動画だけ見に来てください。もうこれね、度重ねて言います。自分が受け入れられる動画だけを見てください。自分が嫌になる動画は見ないでくださいね。そう、もうそこに尽きる。もうコメントでね、いろいろ言われるんですよ、フォレストに関しても。でもね、もう見たい人が見てください。もう嫌な気持ちになるって人はもう見ちゃダメ、見ちゃダメ、もう、と思います。武器、あ、これあれだ、勝手にガンの方を収められるの、どういうこと、足握ってたと思うんだけど。これこれ完全に私レザーフェイスですよね。ウフフフフフって言って、ウフフフって感じで、完全に私レザーフェイスとかしてます。まあね、だからこのフォレストやってるとね、必ず言われるんですよ、そんなことしちゃいけませんと。ゲームだからね、言っとくけどね、重ねて言っとく、ゲームなんでね、これね、ちょっとチェーンソーうるさいんで、ちょっとしまっときましょう。あ、サメリアルになった、これサメリアルになってない、まあ、そんな感じするよね。あ、原住民いるわ、原住民ジジイたちがいるわ。サメの頭、いや、これ引っ越しとかしてさ、いろいろとこうやったわけじゃないですか、前回ね。もう前回のこと覚えてる人いるのかな、わかんないけど、ここから引っ越して別のところでね、生活を新たにしようとかね、やったりとかしてたんですよ。昔はここにさ、こうやって学校を作って先生作ってみたいなことやってたと思うんですけども、なんとね、椅子もね、新しい椅子ができてます、どういった椅子なのかと言いますと、ね、クラフトできるものはね、そこまで多く増えてないんだけどもね、例えばですね、
新しく増えたのを説明いたしますと、エレベーター、これ前回もあったんですよ。エレベーターとかね、こういったあのビアーンっていくやつ、ライン、ジップラインね、うん、で、暖炉で、カウチ、ソファ、もうソファをそのまま作れると。自分で昔はね、鹿の皮をここに乗せてたんだけどね、一気に作れると。で、骨の椅子みたいなのね、サイドテーブルとかね、うん、ちょっとした小物もね作れるようになっております。いいね。で、こう鳥の巣みたいなね、こういうのちょっと作っていきたいかな。フレームとか、ボーンフレーム、スティックフレーム、シャンデリア前作りましたよね。うん、またしてもこんなまったりしたゲームが始まってしまうのかと。まったりしてんのかな。いや、もう私この世界に慣れすぎてて、まったりに見えるだけで、別にまったりし、本当にまったりしてるゲームではないですからね、本来はね。ちゃんとね、目的があります。息子を探すという。ここさ、エレベーター作ろうか。この家まだ改良するつもりかって思われるけど、新しい、なんだろう、こう施設みたいなのを、まあ、作りたいからね。家具というか、これね、あと、いや、ちょっと待って、結構これでけえな結構でかいぞ。あ、これでかいんだ、エレベーターって。水の中にも作れんのこれ、もしかして。水の中は作れないのかな、これ。あー、でもここには作れますね、この机の横。どうかな、どうかな、なんか違うよね。こうやって坂を作ってたんだけどね、エレベーターがあるならエレベーターの方がいいよね、うん、ただ新しいところに作ってもいいけど、ジップライン、こっから向こう岸にバーって行けるようなの作りたいけど、ここ爆弾が設置されてるっていう、もう私何してんだろうね、ほんと。なんで何してんだろうね。ここからジップラインで向こうに行けるみたいなの作ってみましょうか。これ行けんの。あ、これは木から木へっていうことなんだね、おそらく。なんか変な声聞こえない？ん？ああ、罠にかかってるみたい、あそこで。いいね、いいね。ジップラインを作るとしたら、こういうところにも貼れるのかな？いや、こういうところやっぱ無理なんだね。じゃあ、こっち、これで、これかな？ここに、学校の上にね、教室の上にね、乗っけると。で、向こう岸にこれをこう持っていけばいいんじゃない。あ、いいね、いいね、いいね。あ、いいね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 。え、結構向こうまで行けんだね、これ。え、こんなとこまで行けんの。あ、行けるぞ。え、じゃあこれでロープ10個、あ、キー10個で行けるわ。あ、待って待って、面白いぞ。久ちなみにこれ知らない人のため説明しますけど、人間用の、あの罠です。人間用の罠です。ちょっと何どうしたん、どうしたん、ふん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 言って、あー、あっちゃー、かかっちゃったん、かかっちゃったのね、まったくね、ほんと。あ、あ、ちょっとお腹が、結構空いてたわ。ちょっと薬草を作ってみましょうか。いや、久しぶりだけど私全然できてるな。こんなに久しぶりなのに意外と私スムーズにプレイできてるけど、慣れって怖いね慣れって怖い、ほんと。
はいよと送っときましょう。アイテムの武器とかもさ増えたのかな、すごい気になるよね。刀が前かなり強かったんだけどね、今回どうなんでしょうね。おとなしくないじゃない、どうしたの、こら、ったく君もこら歯が落ちたな。いやこれ歯が重要なんですよ、武器を強化するのに。飛んだゲームでしょこれ、こら、歯を落としなさい。はい、殺してしまわない程度に殴りつけて歯を手に入れるっていうのもね意外に重要なんで、歯を出しなさい。ほら12本ぐらいは出して20分ぐらいは出せるかな本当映画グリーンインフェルノ思い出すよね。映画グリーンインフェルノのはるか前からこれこのゲームあるんだけどね。よいしょ、もうこのゲームの時点でダメだっていう人はグリーンインフェルノを見てはいけません。え、大丈夫かな、苦しんでるね。まあ目的としてはね、行方不明になった息子、この原住民たちに拉致された息子を救出しなければいけないということなんです。あ、ジュース落ちてる。え、ちょっと待って、何、ああ石か、小石は長押しになったんだこれ。ほほほ、めっちゃ跳ねてっためっちゃ跳ねてくわあれ。相変わらず実はこれ休んでる間にお悩み相談がいっぱい来てて、止めどなくね来てたんですけど、それを全然私読めてなかったっていうか、こうやって動画にできていなかったっていうのがありますけどね、残念ながらね。これ全員の悩みはね解決できない。頭のついた爆弾になってんだこれ。面白いね、名称が変わってるね。あ、でもなんか正しい日本語になってるっぽいよね。いやー、また楽しくなってきちゃったなこれ。さて、木はね十分にあるので、ここでちょっと作っていきましょう。早速楽しみだねあと2本ね、 OK。 でロープこっちにあったよね。っていうかね、ヨットから手に入れなくても自分で合成できますからね、クラフトできるんで。大雑把にこのゲーム説明しましょうか。大雑把に説明したらマインクラフトみたいな感じいやもうこの私のフォレスト動画を見慣れてる人たちはもう何の説明もないいらないと思うけどね、ご無沙汰してます。何の説明もいらんやろうなこれ。もうむしろ私よりも慣れてんじゃないか、もうこれを見慣れてる人たちは。私より全然見慣れてるでしょ。喉が渇いてきたのでちょっと水でも汲んで、シチューとか作ればいいのにね。ん？何これ、あ、ここに、ああ人間の骨をあれやってたんだ。シチューとか作れたら私いいの。あ、脱出したやつがいるの。あれ脱出してますね。あれでしょうね、多分味方に助けてもらったんでしょうね、おそらく。ちょっと枝も集めながら行こう。これね、地味に楽しいんですよ、枝とか集めたり草とか集めたりするのはね。これでいろいろなものがクラフトできるんでね。いや懐かしいな、もうむしろ。あれ、ちょっと待って、血に覆われているって、綺麗な飲み水も探してくれって言ってる。ちゃんと左下にさ丁寧に日本語で出てるんだけど、すごい素晴らしい。よいしょ、これでいいでしょ。なんか叫び声、あ、いた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 、あー来た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 、
元気？みんな元気だった？寂しかった？レザーフェイスやで、ね、私が。うちを壊すのやめてもらえない？まずもう家を壊すのやめてもらえないか。おい、うちを壊さないでくれない？おい、うちやめて。そこ私んちだからやめてくんないですかね。でここ仕掛けとかもやってるんだけども、あの鳥の巣って多分家に、あー一体はまってるわ。あそこに鳥の巣って家に多分設置するんですよね。これ鳥の巣もまだ設置したことないんで設置しようかなと思います。どうすんだこれ、ここ、あ、いけるいける、ほらほらほら、なんか叫んだ誰か。あ、いいよ。じゃあちょっとこの人を、ちょ分解して、あの食料とかね、必要なんでね、人間いろいろとこう大変だから、食料とかゲットするのにやらざるを得ない時だってあるんですよ。綺麗事だけじゃ生きていけないですからね。ウサギ小屋もあるね。でロープを、作りたいので、紐をこうやっとく。わかりやすい、日本語わかりやすいね。ほらこうやって火炎瓶、消炎のものとかを作れるってちゃんと出るからさ。私のボートハウスが荒ぶってんだけど、なんかよし、あと2本ロープ、そうだよな、ちょっと待って、完成した、完成した、これ完成したっぽいよ。あれ昔みたいにカシーンっていう音ならないの？ちょっと見てみましょうか。カシャーンっていう音昔してたんだけど、気持ちいい。え、なくなった？おい、どうでしょう。あ、なんかある。お、やっほー、やべえ、めっちゃ面白い、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいと思ってない人がいると思うけど、めっちゃ楽しいわ、私。めっちゃ楽しい。あ、そう。何向こうで、ワンワンワン言ってんの、うん。なんか、うんこでもしたいのかね。このね、あの、鳥の巣をちょっと取りましょうか。いや、作りましょうか。昔はね、この鳥を切り刻んで羽を手に入れるのが結構大変だったんですけども、これで多分手に入れやすくなるんでしょうね、おそらくね。ここ作ったところに鳥がやってきてくれるのかな、どうなのかね、楽しみだね。来るところが撮れたらちょっと映像に収めたいかなと思います。うん、楽しみ。いらないのはちょっとあれかな、持って焼いときましょうか。うん、焼いて骨にするっていうね、あの、なんていうか無駄なく使っていかないといけないからね。懐かしい懐かしい、ここでめっちゃ焼いてた、私めっちゃ焼いてたよね。はいっと、ほい、ここに置きます。ほれで、手に入れた骨はここになんか集めてたよね。あれ弓もここに集められる。あ、ちょっと待って、喉が渇いてきたけどお腹も減ってきたのでお魚をいただきたいと思います。腐ってやがるこの肉。大丈夫、私その程度で腹を壊す人間ではありませんから。頭飾っとこう、頭も後で食わないといけないからね。
うさぎの肉後で食いましょうかね。干し肉にしとくとね結構いいですからね。よいしょ。でちょっと食いますね。うさぎの肉ちょっと待って、殴っちゃった、腕を置けた、足も後でちょっと食いたいですね。やっぱこのふくらはぎらへんもねきっと美味しいんじゃないかって本当この動画から見始めた人マジで本気でベルクラさん狂ったなあいつって思うでしょ。本気で狂い寄ったなあの野郎っていう感じになるでしょ。言ってもこれ何百もパートやってますからね。お、骨になったな。どれ、来てるかな鳥。お、今通過してったね。これどうなの、何が手に入るの、これ樹液みたいになんか手に入るのかな。さてエレベーターがねやっぱ気になるよね。うん、あの家がねすごいバリアフリー的なの欲しいなとは思うんですけどね。新しい家も作ってあるんで、マップ見るとこんな感じですが、あの雪山らへんにね作ってあります。ただ遠いんだよねここから。まだワンワン言ってんの、まだあそこでやってんのワンワン。電気屋で、飲み水、うん、確保して、そ、喉がカラッカラなんでね。皆さん水分取ってますか。ゲームやってると水分を取るのを忘れるわけじゃないですか。あれ本当良くないよね。じゃあ取れないね。あ、ロープ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 。この辺にはなんか座礁した船っていうかボートみたいなのあったよね。あ、こんなとこ岩とかあった。あ、懐かしい村。あそこどなたか隣の晩ご飯を譲っていただけませんでしょうか。私お腹も減ってれば喉も渇いております。こんばんは。椅子え、あ、動かせんだ。動かせるようになったんだ、こういうの。銃の部品ここに入ってたんだけどね、昔。なるほど。いやーなんかこの辺もそんな変わってなさげですね。ちょっと冒険してみましょうか。いや、息子がどうなったのかっていうのをもう一回確認しに行ってもいいんだけど、アップデート見る限りだと息子のエピソードはね追加されてないっぽいので、ね、だから新アイテムとか新ロケーション、スモートリと変異体のあの女がいるわ。やっぱあいつらやばいやつなんでね、皆さんご無沙汰ぶりだでしょうけども挨拶しません。あの人にはやばいからマジで。勝たないでしょ。なんで私ずっと鍋を持ってんの。うわー久しぶり、久しぶりの極道の方。時計とかをちょっといただいておきましょう。ものとか久しぶりやな。これちょっと写真撮ってみましょう。久しぶりなんで。時計が何に役立つかと言ったら、この爆弾を作れるんですよね。ただもう爆弾はねいっぱいあるから置いてくればよかったね。無駄ですよね。もうね、ここに洞窟があったんだよね。洞窟があるところにちゃんと私目印かけてるもんね。うん、素晴らしい。なんか極道の方がやたら死んでますけど、ね、あ池がありましたね。
まあ、頭こんなとこオブジェやったやつはなんてやつらだ。さてお水お水よいしょ。あ、クンモーションが入ってる。マジかよ、楽しいな。じゃあこの辺でちょっと焚き火やりましょうか。うん、わかりやすくなったな俺。軽い焚き火をここでやりたいと思います。あ、焚き火も作りやすくなってる気がする、素材的に。でここで浄化させると、簡易的なのはこれで。ちょっと魚もね取っていきましょう。重要な食料のうちの一つですからね、これは。日本人といったら魚ですから。何これ種が手に入ったんだけど、やっぱ魚3匹までか。相変わらず3匹までっぽいですね。どれどれどれ、え、ちょっと待って、え、種入れる。あ、種中に入れた。え、スープ作れるのこれ。そう。え、ちょっと種入れてみようか、全部。あ、魚も入れた。おい、ちょっと待って。魚料理、え、肉も入れて、尻尾も入れて、なんか花も入れて、はい。え、種。あ、あとは種ばっかりなわけね。いや待って、これめちゃくちゃいいやん。あ、私も置いちゃった。嘘。魚料理みたいなの作れるのこれ。ちょっと私汚れてるから一回ここで熱しとこう。いやー、お、でかいの取れた。いやまさかの魚料理鍋とか、ちょっと火力を上げていきましょう。あ、食える。食います。どれ。中の手づかみなの？鍋の。え？取った。え、どういうこと？あ、喉の渇き潤ったよ。マジで。いや、まさか、本気で、鍋料理できると思わなかった。やっぱ冬といったらさ、タラとか入れた鍋ですよね。だって喉の渇きも、食料も、いっぱいいっぱいになりましたよ。素晴らしいね。うわー、いいわー。食事に何かこう、バリエーションが来てくれるのは本当にいいね。1回しか取れないよ、ね、あれ？あ、1回しか取れないこれ。あ、いけた。また後で食事しましょうか。楽しくなってきたな。マルチで視聴者さん入れてやりたくなってくるね、こうなるとね。でも相変わらずおっぱい要員がいるんだろうな。それがいるとね、困るんですよね。木の実も集めておきましょう。どうやら鍋に使えるみたいですからね。いや、面白くなってきたね、ほんと。いや、これ永遠とやっちゃうわ、私、やっぱ。お悩み相談、次回ちょっと、やりましょうか。おじいちゃんのお悩み相談箱っていうのやってんすよ。じじいのお悩み相談箱みたいな感じで。何これ。え？なんだこれ。なんかありますね。いや、ロケーションこれ絶対増えてる。絶対増えてると思う、これ。楽しみでしょうがない。ちょっと暗くなってきたので、こちらに、これ装備しまして。あ、実績ロック。え？実績今までなかったん？むしろ。もうしか実績なかったんかいっていう。
お腹が減ったらこういうのをね食べればね生きていきます。ダメー、これ毒物だった。ほらほら、食料になりなさい私の。ほら燃えながら走ってる。お、行った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 。いただいていきましょう。顔なんか昔より捕獲しやすくなった。これいらないな、これちょっと置いておきましょう。めちゃめちゃやな本当このゲームめちゃめちゃやな。テニスラケットね、謎ですよね。さてここでまたちょっと調理をしておきましょうか。お魚とお肉を入れまして、いやちょっと待って、キノコ入れられるぞ。ほー、キノコ入れた。キノコに、魚、魚飛び出してるぞ。魚からのお肉、最高ですね。これいいね。めっちゃ痛がってるけど。普通に食うやつやん。食いたいの君も。君も食いたい。分けてやってもやらんでもないぞ。分けてやってもやらんでもないぞ。よいしょ、当たったな。おお、いいよけ。久々に君と出会ったけど、いいよけ。もういいね。めっちゃ先に飛んじゃった、あれ。返して。ちょっとどいて。あれ返してほしい。そんな変わってないけども、やっぱ、鉛筆！鉛筆刺してる。え？何刺してんのこれ。ボールペン刺してるわ。あいつらやりたい方だよな、私がいない間に。帰ってきたからな、私。これ何これ。椅子か、OK か。OK とかも追加されてますね。私帰ってきたからな。もう、思い知るがいいぞ。寝ときましょう。まあそんなわけでね。ねえ、またしてもザ・フォレスト。地道にまたこれ続けることになるかもしれません。マルチとかね、いろんなモードとかやることになるかもしれませんので、どうぞよろしくお願いいたします。メモされたな。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。